押川則義押川則義から1918年2月18日は、日本の農商務、内務官僚、政治家。感染圏知事、製鉄所長官、貴族院議員。林野整理審査会長、日本大博覧会評議員、大礼準備委員なども務めた。薩摩藩士、押川おつごの長男、千代太郎として生まれる。 1880年6月、東京農林学校を卒業。1883年3月、農商務所御用係として出資。同年6月、農学士、農芸科学士の学位を取得。1885年7月、新潟県御用係に就任。1887年4月、農商務属として本省に復帰。 1888年5月から1891年9月まで、仏国パリフ万国大博覧会事務官補などとしてヨーロッパに駐在した。帰国後、1892年3月に、農商麦士となる。1895年5月、陸軍省コイン、大本営付として台湾に赴任。同月、台湾総督府が設置され、 民政局職産部のお課長町心得に就任。さらに、県参事官心得、民政局職産部長を歴任した。1897年12月、山形県知事に就任。以後、大分県、長野県、岩手県、熊本県の各知事を歴任。1908年7月、農商務次官に就任。 1911年8月24日、貴族院直選議員に任じられ、死去するまで在任した。1912年12月、内務次官に就任。1914年7月、製鉄所長官となるが、1918年2月9日、衆議院予算委員会で、 関営や渡製鉄所の鋼型払い下げが問題化し、収賄事件の発覚により、東京府下大崎町ジャマルの辞定で2月18日、医師した。ありがとうございます。